晩どうするんだい？遅くなるからいらないよ。行ってきます。ボクシングね、何が面白いんだか。おう、こっちだこっち。早かったじゃねえか。いや、プロになった姿を見るのは初めてですからね。遅れないようにって思いまして。よっしゃ、空いてるうちにとっとと席に座っちまうか。はい。おい、高村だよ。本当だ。近くで見るとでかいな。握手してもらおうかな。さすが高村さん、有名だよな。あの子、本当だね。僕のこと覚えてくれた人もいるみたいだ。次だな。はい、いよいよですね。あの自転車の子だ。え、うわあ、何するんですか。好みか。え、いや違いますよ。照れるな照れるな。そうか、一歩も男だったんだね。だから違いますって。あの、え、あ、はい。 E の18番ってこの辺りですか。 E の18。18番、ここです。受けようと思って小技使いやがって。え、そうじゃないと言いながらしっかりアプローチしてるじゃねえかよ、かね。そんなんじゃないですよ。もしかしてずっとこのままだったのか。ねえねえ、あの子、本当だ。さっきのはこれか。ん？やっぱりいい匂いだな。いつまで浮かれてんだ。試合始まるぞ。すいません。待ってました、天才。俺はデビューからこいつに目つけてたんだ。頑張れよ。顔打たれないでね。すごいな、もうこんなにファンがついてるのか。この子もそうなのかな。赤コーナー、川原所属、125ポンド2分の1、宮田一郎。久しぶりに見るが、肩周りの筋肉が全然違うな。ええ、体全体も一回りたくましくなってますね。青コーナー、前田所属、125ポンドちょうど、高田輝彦。足を使われたら面倒だ。腹を打って足を止めてやれ。よし。やつは少々ラフなボクシングをするぞ。抜かるなよ。オーケー、父さん。なお、この試合は東日本新人王トーナメントの2回戦となっております。あの高田ってのはお前と同じファイターのボクサーだぜ。はい。会長からよく参考にしてこいって言われました。まあ、一発でも当たればお慰みだがね。足を止めてる。舐めやがって。俺相手じゃ足を使う必要ねえってか。こいつ、あ、肩をぶつけてきた。ギョーだ、これだけくっつけ避けられねえだろ。え、打ち置きか。上等じゃねえか。なんで宮田君の足ならあんなパンチ簡単にさばけるじゃないか。
しちゃったんだ。これじゃまるでインファイターの試合だよ。打ち勝って。宮田くん、刺さってる。スピードも破壊力も数段上だ。よくやった。まだまだいいのを 2,3 発もらっちまったよ。それが致命傷になる相手だっているからね。たくましくなったのは体つきだけじゃなかったようだね。でもなんであんな打ち合う試合を。あの程度の相手に打ち勝てないようじゃ、どっかのアホ面したボクサーに足元を救われると思ったんじゃねえか。接近戦やラフファイトを身につけた上にカウンターも鋭くなってやがる。ますます穴がなくなりやがったな。人事じゃないぞ。あの姿はなんでボクシングなんかやりたがるんだろう。あ、宮田君が勝ったのにファンじゃなかったのかな。宮田も頑張ってるんだ。てめえも。人が真面目に話してるときに、なんでこの花は！避けちゃいます！マジ。八木さん、クーラー変えましょうよ。クーラー。だらけてるな、二人とも。8回戦に上がったってのに、もう少し後輩を見習ったらどうだい。後輩？タフだねあいつは。しゃあね、俺たちも動くか。一方スパイやるぞ。あ、はい、お願いします。ほらほら、脇が甘いぜ。ほら首振れ首。あっちだ。行くぜ。お願いします。ほう、やっとるな。ええ、イポ君がいい刺激になって活気づいてきましたよ。エッチー、エッチー。あれの試合はなんとかならんのか。はあ、各方面に交渉してはいるんですがね。 ありがとうございました。いいってことよ。よう、頑張ってるね。あ、藤井さん。おう、マシバも勝ったのか。相手の選手は血だらけ。凄まじい KO だったよ。シードが順当に勝ち上がってるな。第3シードの吉田も間違いないでしょう。アマ時代かなりの成績残してますからね。ところが波乱が起きたんだよ。無名の小橋って選手が勝っちまったんだ。見るかい、君の次の対戦相手だ。強そう。見た目だけじゃないぜ。吉田はインターハイで2年連続準優勝してるからな。そいつに勝ったんだ。小橋ってやつも相当。コーナー124パウンド2分の1、大滝所属、小橋健太。まあ見てくれと強さが比例するわけじゃないからの。うまい。よし、チャンス。おお、
い、なんでそこでクリンチなんだ。あ、ジャブが入ったけど効いてない。そんな打ち方じゃ効かねえよ。もっと腰を入れろよ、腰を。よし、そうだ。ああ、うっそ。にしても軽いジャブだな。吉田の野郎、平気な面してるぜ。またクリンチかよ。本当に勝ったのかよ、こいつ。ジャブとクリンチを繰り返す単調な試合ですね。でも、きっと山場がありますよね。終わっちゃった。何の山場もなく。判定勝ちか。はい、おめでとう。よかったな、次の試合は楽勝だぜ。そんな。ジャブとクリンチでリズムを狂わされてな。自分のボクシングを見失っちゃポイントも取られるわな。でもシード選手に自分のボクシングをさせないというのは、それはそれですごいことなんじゃ。そうだな。そうそう、時間損したな。なんだ。何。なんだ、女をかき分けて入ってきやがった。てめえ一体誰なんだ。もう一人のシード選手の試合だよ。え、それじゃ第4シードの早見選手。早見だと。4回戦のくせにカウンター500万年早いぞ。こんなに囲まれて当然って面しやって、俺はこういうやつ一番許せねえんだ。ミドル級にいらっしゃい、可愛がってあげるよ。ウィン、すいません。この俺様がつい熱くなっちまった。やっぱ許せん。この早見のためにさっきの吉田は高校時代ずっとナンバー2だったんだ。はあ、ナンバー2があれじゃナンバー1もたかが知れてるぜ。あ、この対戦相手なかなか気合入ってるぜ。そうですよ、もっと睨め、もっと。シャキシャー、どこまで憎たらしいんだこの野郎は。あ、いいぞ、早見なんかぶっ飛ばせ。顔面に叩き込むんだ。早い。ここだ。早見の手から目を離すなよ。で、レフェリーストップまでに何発入ったと思う。27発だ。早見はこの素早い連打でインターハイを制した。その名もショットガン。ショットガン。ボクシングセンスも桁違いじゃな。テンプの際だけなら宮田をしのぐものを持ってそうじゃわい。宮田君より。スピードも反射神経もためはるかもな。いや、スピードなら宮田以上だな。練習に戻ります。ちと刺激が強すぎましたかね。決勝で宮田とやるのが目標だからの。気合が入ってちょうどいいわい。しかしまた分厚い壁が立ちはだかったもんじゃ。ショットガンか。こんなところにパン屋ができたのか。
らっしゃいませ。時間が遅いから売れ残りしかないな。こちら焼きたてで美味しいですよ。あの時の子だ。僕のことなんか覚えてないよな。全部で450円です。ありがとうございます。別にその手伝わなくても。はい、全部ありました。どうもどういたしまして。やっぱり覚えてないんだろうな。チケット拾っただけだし。はい、これおまけです。もうすぐ閉店だし残っちゃってももったいないから、美味しかったらまた来てくださいね。ありがとうございました。またボクシング見に行ったりするのかな。もしかして偶然僕の試合やってたりして。それはちょっと、いやあり得るぞ。偶然って重なるって言うし。ウィース、ったく今日もクソ暑いぜ。あれ一歩はロードワーク。相変わらず張り切ってんな。でもよ、ちょっと異常じゃねえか。一方、オーバーワークは逆効果だぞ。ちゃんと休憩挟めよ。はい。なんか妙だぞあいつ。どうした、なんかあったか。ちょっとね、見てくださいよ。その花は。どうしたんすか。こいつが花膨らましてる時はな。時は女絡みで浮かれてる時なんで。なに、そんなんじゃないですよ。最近の張り切りはただごとじゃないと思ってたが。そういうわけ、格様。本当に違いますよ、信じてくださいよ。本当ですってば。まあそれならいいが。女に溺れたらこの世界勝ち残っていけねえぞ。その通りだ。人が遊んでる時に努力したものだけが最後に笑えるんだ。ボクシングってのはヘングリーなスポーツなんだ。女にうつつを抜かしてるようなやつはギッタンギッタンにされて。おめえらそりゃひがみか。見にくいね、男の嫉妬ってのはよ。さあ、そうだよ、俺だって女に囲まれてよ。見てるよ、いつか女だらけの応援団作ってやるからな、かわいこちゃん。俺様のファイトスタイルが乙女のハートをドキューンってめちゅー。ハーレム作ってかわいこちゃんがムフフで、ローションで心も体も天国行って究極の技でドキャー。どうしちゃったんですか、青木さん。あまり気にするな。しかし一つ忠告しといてやる。え？女に関しては青木の言うことを真に受けない方がいい。どうしてですか。あいつが言う可愛い子ちゃんってやつだ。え？可愛い子ちゃん。マニアックなんだよあいつの趣味は。そんな応援団ができてみろ。そろそろだと思うけど。ただいま。あ、帰ってきた。高村くんからよ。高村さん。もしもし。合宿だ。俺様のタイトルマッチが決まった。え？明日から1週間伊豆で合宿だ。ジジイは来れねえが、青木と木村は来る。お前も来い。え、そんな急に。うめえこめ言ってんじゃねえ。とっとと荷物をまとめろ。でもうちの手伝いが。行きます。僕も連れてってください。
ください。おっしゃー、ハードな合宿だぜ。覚悟しとけよ。合宿か、よし。あ、何やってんだ。イルカちゃんはまだ膨らますなって言ったろうが。いや、もう辛抱たまらなくって。高村さん、オイルはこのぐらいでいいっすか。十分だろう。ジジイのいない海か、ハードになりそうだぜ。